プレーボール大分の高知親方です。連日お伝えしてまいりました第93回選抜高校野球大会、ついに決勝です。令和最初の春王者が決定いたしましたということで、もう早速、ご紹介いたしますが、決勝のカードは、関東神奈川の東海大相模と九州大分の明豊の戦い、結果は3対2で東海大相模がさよならで優勝です。おめでとうございます。10年ぶりのですね、3回目の春だったと思いますね。東海大相模確か5回優勝、全国制覇されている中で4回がですね、今回の門馬監督がされているということで、本当にまあ強い、名将だですね、そしていい選手を揃えてというところでですね、東海大相模が劇的な、優勝劇を果たしました。ですね、まあ私自身は正直大分の人間ですから、明豊ですね、明豊の初優勝、そして大分県で54年ぶりの春優勝行きたかったんですけど、勝負はやっぱり厳しいですし、まあ正直かなり、悔しくもございます。まあちょっとですね、決勝の感想を簡単にご紹介いたします。なお今回もですね、まあ見たかったんですけど、なかなかそうですね、じっくり見ることはできず、まあテキスト上の速報であるとか、まあハイライト動画などちらっと見ながらの感想になりますので、至らない点が、いや間違いがございましたら大変申し訳ございません。まずですね、まあ昨日の私の予想ですと、もう希望はもうそれはもう明豊が優勝ですよ。ただまあ実力はですね、東海大相模の方がやはり投打安定してますし、門馬監督の采配も的中するんではないかと。まあ明豊はあと勢いでなんとか頑張ってほしいなというところでしたが、思ったより大接戦でしたね。もう本当今大会を象徴するような、そんな、決勝戦となりました。でしかもこれさよならになるっていうのはちょっと私予想してなかったですね。まあさよならだけに本当に明豊としてはかなり悔しい、勝てるか勝てないかの本当紙一重の差ですが、まあこれが勝負の恐ろしさでもあり、そして、高校野球のですね、怖さ、まあ面白さにもなるのかなというふうに感じております。まず優勝されました東海大相模の皆様、改めまして優勝おめでとうございます。やはりですね、まあ今回その決勝戦、まあ私がざっと眺めた限り、東海大相模がですね、勝ったのはまあ2つのポイントがあると考えております。1つ目がやはりピッチャーですね、石田投手ですね、がですね、本当にまず無失点がずっと甲子園に来て続いていること、さらに奪三振マシンですね、準々決勝準決勝と合わせて30個近く15、14とかですね取ってまして、多分決勝に行くまでが多分43奪三振というとんでもない記録、もうなんか甲子園記録で考えると、江川卓さん、ね、大怪物の名前が出てくるぐらいかなりもうすごい記録というか三振マシンで、もうこれは正直超高校生級のピッチャーといって間違いないですね。今回も途中から登板されましたが、やはり石田投手を明豊は今回残念ながら攻略できなかったというのが、まあ一つ勝負の分かれ目です。で、二つ目がやはりこの監督ですね、門馬監督の采配というのが、まあ、ほぼほぼドンピシャだったんではないかなと思います。過去多分3回ですね、今回3回目ですけれども、春の決勝、多分勝率、春の決勝ですと 100% だったと思います。門馬監督だからもう正直この決勝の舞台を知っている、このドームじゃないですね、甲子園球場の雰囲気であるとか、どういう采配をしたら、強さを発揮できるのかというのをですね、やっぱりこうベテラン監督よく分かっていらっしゃったなというふうに思います。例えばですね、2つ考えてますけれども、1つが、1回の裏
ですね。こちらランナー三塁一、ワンアウト三塁一三塁ですかね、要はランナーが三塁に行ったところで、3番バッターだったと思いますね、がですね、要はクリーンナップ中軸ですね。普通だったら、まあ、ワンアウト三塁で中軸クリーンナップ3番4番5番だったら、まあ、バッティング力ありますから、まあ要は打ってくるヒッティング普通にですね打って、まあ、外野フライでも1点入るというところでを、なんと、スクイズを決めたんですね、左バッターで。これはまあ多分明豊としてもちょっと意外だったのではないかなというふうに思いますし、まあ、明豊もクリーンナップでバントするんですが、まさか三塁でね、ポンと飛ばせばもう1点入るのを、あえてスクイズで決めて、ね、ワンアウト捉えながらも、決めたというところに、この、失礼しました、モンバー監督のですね、意外な采配とか、確実な1点、これ結構大きい采配だと思います。で、もう一つがですね、二つ目が、石田投手の投入のタイミングです。今回もですね、まあ、球数制限もあって、とかでしょうけれども、先発は石田投手ではございませんでした。まあ故にですね、先発違うピッチャーでしたので、明豊としてはその段階でもうちょっと点が取れれば、なんで満塁の場面とかで生かせれば、もしかしたら勝てた可能性もあったんですけれども、やはりこう2対2で、まあ、どんとか同点で踏ん張った中で、先発で、2番手ですね、石田投手が出てきて、もう石田投手の球、明豊のバッティング以外であまり、まあ、何本かヒットは出たんですけども、これはなかなか打てないなと。準決勝で当たった天理のバッターもですね、石田投手の球っていうのは、速球とチェンジアップ遅い球、この緩急、スピードの差がかなりすごいと。もう本当にタイミングが合わない。ね、打とうとしても全然タイミングがね、合わずで空振りしてしまうというところで、この石田投手、相手としては、ね、打つ方法としては、かなり、これはもう難しい。実際も無失点で決勝もね、乗り切りましたから、これはかなり強、ね、投手だというふうに感じました。もうこのですね、まあ、ね、私自身はもうちょっと早く出してくるかと思いきや、いやもう2対2でも1点も取られない場面で、いよいよちょっとまあ、門馬監督も我慢したのか、球数制限を意識されたのか分かりませんが、明豊としてはいやらしい場面で、中盤にですね、出されたというところで、まあ、門馬監督やですね、それに期待に応えた石田投手など、がですね、頑張って最後の逆転劇、サヨナラ劇を生んだというふうに思います。一方、明豊の皆様、準優勝おめでとうございます。まあ、正直やっぱり悔しい思いもありますし、もう私自身も、まあ今時間経ってちょっとね、気持ちを抑えてますけども、もう泣きそうになるぐらい私も、正直結果分かった時はもう、ショックというか、悔しかったですね。で、さよならね、負けるというね、あと一歩のところがやっぱりこの難しさですね。で、やっぱりこう今まで積み重ねてきた、で、4試合かなりもうどれも接戦、決勝も接戦で、あと一歩が届かない。頑張ったけど、あと一歩が届かない。ここがね、やっぱり、こう、難しいところですしね。まだまだ頑張らなきゃいけないなというふうに、まあ、選手の皆様も、何より一番悔しいでしょうし、ここからまた夏に向けて奮起をね、していくところだというふうに思ってます。まあ、最後の、ワンアウト満塁の場面ね、最後、ショート、ゆきくんが、弾いてセンターの方にボール抜けましたけども、あれはもう仕方ないですね。もう正直裏の攻撃でね、ワンアウト満塁だったらもうゲッツー、ホームゲッツー等にしてもかなり緊張しますしね、まあランナーをね、いかに貯めないかというところがですね、ここがまあ一つ明豊の課題かなと思います。まあよくスポーツで言われるのがですね、悔しい順位っていうのがまあ2位ですね、準優勝と4位と9位ですけれども、いやー、まあ、正直やっぱ準優勝ってかなり悔しいですね。まあいろんな、私もですね、野球部時代、中学校とか県で準優勝とかしたね、思いもありますけれども、本当悔しいですね。あと一歩頑張ったけどもなかなかつかめないところですけれどもね。まあいつかで、まあ大分県勢としてはですね、今まで過去春夏合わせて津久見高校が2回決勝に進出して、いずれも、2回とも勝利をしております。
ですから大分県勢としては実は決勝勝率 100% だったんですけども、まあそこはうまくいかず、むしろ門馬監督の春に決勝 100%、 そちらがやっぱ上回りましたね。いや、やっぱり相模は本当にこう歴代ね、原監督の時もそうですし、今回もね、あの副キャプテン門馬孝選手、一番バッター調子よくね、好調でしたけども、親子高というところでですね、これはまあ注目をされますし、やっぱりこう強いな、名門っていうのはこう歴代こうね、いい選手がこうつながって面白い野球をするなというふうに感じております。まあこの両チームのですね、決勝もうとにかく何がすごかったかというと、もう今回の一言、 Today's key number、 ハーズキャッスル EWS さんからあの吉田明夫アナウンサーに変わりましたけれども、まあ言うならば鉄壁の頂上決戦です。もう両チームとも本当ノーエラーですね。明豊は本当この第5試合通じて無失策というのもすごいですし、東海大相模も多分今回決勝無失策だったと思います。大会中一つ失策があったのは、その、キャッチャー防具、打撃妨害ですね。だったということで、実質、守備でこう打球が飛んでこぼしたとか、悪送球ではなかったというところで、まあ私は野球打撃型とか、総力型の野球好きですけども、この守りができる、この強さっていうのも、すごいですね。やっぱり改めて、両チームでエラーなくて、ショート抜けるかなと思ったら、ね、両チームショートがね、踏ん張ったり、セカンド、ね、ね、頑張ったり、ライトもダイビングキャッチしたりと、これも相手にしてはこう、意気消沈するような、打ったと思ったあたりが、ダイビングキャッチとしてですね、取られる。もうある意味でこれ、本当に引き締まった、レベルが高い、すごいいい決勝戦だったんではないかなというふうに思います。だからこの引き締まった試合ですね、旗から見ても本当に面白い、どっちが勝つんだろう、抜けるか抜けるか、うわ取ったみたいな感じでですね、非常に良いレベルの高い試合が見れたというのは本当今後のですね、こう楽しみにもつながります。まあこのですね、両チームともこの大会を通じてね、強くなっていった、下馬評は決してそんなに高くなかったと思うんですがね、だんだんと試合を重ねつれて継投もうまくいき、ね、守備も引き締まってですね、でワンチャンスで畳みかける、こういう、ね、しぶとさ、粘りというのが、まあ、両チーム出たと思いますので、ぜひですね、この夏ですね、夏というのがね、本当にね、難しいんですよ。どの都道府県も一筋縄ではいかないですし、逆に決勝まで来ると攻略もされますからね、対策もされますので、ね、そして独特の負けたら終わりの雰囲気、ね、地方大会、ね、地区大会というか、まあ、地方ですね、都道府県大会、どうなるのか本当に楽しみでございます。ということでですね、両チームともまずは本当にお疲れ様でした、おめでとうございますというところでですね、決勝戦はまあ一旦ですね、これで振り返りを終わります。それではもう決勝戦も終わりまして、最後ですね、選抜高校野球93回大会の、まあ、個人的な、感想をですね、いくつかご紹介いたします。まずですね、まずもう一言で感想を言えばもうこれにつきますね、大会を通じて実力伯仲、接戦劇ということですね。もう決勝戦がもうそのですね、イメージに合いますけれども、まあ連日私も申し上げてきましたが、春というのはですね、結構まあ点差がつきづらい、引き締まった、試合が多いという印象がございます。まあというのもやはりこの春っていうのはですね、秋の大会のまあある程度地区予選ですね、都道府県が勝ち上がって、さらにその上のレベルでの上位校が揃ってますので、もうそれは実力校とか強さもですね、あるチームがずっと揃ってますので、まあ本当面白い、引き飯、なんていう、引き締め合ってる、ひしめき合っている、大変失礼いたしました、もう口が回らないんですけれども、待ってる、まあそんな感じですね。で特に今年はそのイメージがかなり強かったなと思います。ざっと調べるとですね、今回まあ31試合あったんですけれどもね、1点差のゲームが、なんと13試合もあったということで、これも決勝まで全部通じてですけれども、かなり、
本当僅差、実力わずかワンプレーが決めるのではないかというぐらい、まあ、本当に面白い、戦いになったのではないかなと思います。またですね、ちょっと詳しくは調べてないんですが、延長戦かなんかの数が7試合かなんかあって、春の選抜出場だとタイ記録だということで、もう本当に手に汗握る、もうね、2年ぶりの球春風ですからね、まあ開催されるだけでもありがたい上に、かなり見応えのある、どこのチームにもある意味じゃ不勝利のチャンスがある良い大会ではな、ではなかったでしょうか。で、2つ目ですね、まあこれも今後の課題やですね、いろいろ議論にもなると思いますけれども、まあ良いピッチャーがねたくさんいましたですね、まあ中京大中京の倉柳投手とかですね、私立和歌山小園投手とかですね、本当、まあ、石田投手もねすごかったですしですね、いろんなちょっとまあね数えればキリがないほどたくさんねいろんな、好投手いらっしゃいます。で、一つがですね、まあ、投手いながらも、まあ、今大会あの球数制限というのがございました。まあ1週間で500球までしか投げられませんよという決まりなんですね。まあそれはあのピッチャーの肩というのをですね、まあ故障させない負担を減らすという、意味でございますけれども、まあ過去にあの済美高校のですね安楽投手が、まあ、準優勝まで行った際連戦で相当 ね投げているということで、まあちょっと問題になったということで、球数制限を設けられました。まあ未来のことも考え将来のことも考えてではありますけれども、これがですね野球をですね高校野球ガラッとかね変えていきと思いますので、今までこうね本当にいいピッチャーワンマンピッチャーがいてずっと一人で投げ抜いて勝利するとかいうこともありましたし、まあ、ある意味じゃそんくらいねプロで行くとかね優勝するんであればそんくらいのピッチャーないとつまらんのという、まあ、美学もあったんでしょうけども、もう今この球数制限があるのでどんどん次なるピッチャーに2番手3番手を育てないとこの大会でやる上ではですね、まあ、制限が出てきてくるということで、育成もですねかなり変わるということで、これかなり高校野球の指導者の中でもですね未だに多分議論が行われているはずですね。今回もまあ明豊はこう3枚とかまああのね看板ですし、東海大相模もですね系統で勝ち上がってきたというところで、まあ系統型の野球にこれからシフトしていくのかどうかというところですね。でどんだけいいピッチャーで体力があってもこの球数制限というルールにはやっぱりかなわないというところで、日程によってまあ不公平があったり、先チームの戦術によって色が出せなかったりと、まあ今後どうなるのかですね、議論が深まるところでございましょう。で、まああとですね、感じたのが、1回戦ってほとんどですね、大会の4日目まではですね、ホームランが出なかったんですね。まあある意味じゃピッチャーが良かった大会というのもありますし、で最初出てきたのが5日目の第1試合の東海大菅生と聖カタリアでですね、東海大菅生が2本ホームラン確か打ってます。そこで大会1号でその後はどんどん出だしたんですね、バッターがレベルアップしたのか、ボールが低反発から高反発にね ホームラン清宮ボールとか言われてますけども飛ぶようになったのかというところが面白いですね。明豊も 3,4 本ぐらい打ってますし、そこら辺でこう、うちね、バッティング野球に変わっていくのか、なんか大会の中でですね、ホームランで偏りが出てきたなというのを素直に感じました。あとですね、まあちょくちょく私もなんだかんだで NHK のニュースですね、テレビであるとか、ラジオでこう中継もちょくちょく聞いてたんですけれども、まあその度に、カラスの声が聞こえてました。カラス、なぜ泣くの？カラスの勝手でしょって。この歌詞は、志村けんさんが作られた歌詞なんですけれどもね。ちょうど志村けんさんがお亡くなりになって1年経ちましたけれどもね。まだコロナで続いてますけども、なんか、カラスが聞こえるなと。まあ、赤トンボを球場に、甲子園球場に赤トンボが飛び始めるともう夏の終わりという感じがしますけども、春の終わりはカラスかなというふうにふと感じました。あともう一個すいません、ここには書いてないんですが、思いついたのは、明豊高校。ユニフォームやグッズがほんと破けますね。ベルトがちぎれたり、ユニフォームが破れたり、
最後は靴ひもがねちぎれたりとね、まあそこら辺はねあのアナザーサイドストーリーということでございますけども、一言とにかく明豊高校いろいろあったけど胸を張って大分に帰ってきて、もうそれだけですということでですね、本当に今大会は全部面白い試合で、本当引き締まったなというところですね、そんなに差がつかなかったのかなというふうに感じた大会でしたですね。本当2年ぶりの九州府でございますけれども、最後に、まあ、この2年ぶりの九州府が行われたのもですね、やはりこの大会運営とかですね、いろいろ、まあ、企画や運営をしてくださった方やですね、こう配慮していただいた方などのがいらっしゃって、こう興奮をですね、春の興奮というのがまた少しずつ戻りつつある状況でございます。まあ、あの各校のですね、選手の皆様や、ね、監督さんと保護者の皆様はじめ、あの大会運営の皆様にもですね、今回あの感謝を申し上げます。本当楽しい春を、ご提供いただきましてありがとうございました。またですね、少しずつ夏もどうなるかというところもございますし、あのちょっとね、今日からまん延防止等のも大阪とか兵庫の方でも始まるようですしね、まあいつかね、制限もなく満員の甲子園球場でお互いの応援が響き合いながら観戦もある、そういうのが戻ってくる日を、願ってやみません。そして最後にもう一つ、まあ、本当連日、拙い、感想野球の結果ばっかし私、申し上げておりましたが、連日お付き合い、ね、いただきました、皆様にも感謝申し上げます。本当にありがとうございます。まあ、私自身、たまたまですね、野球を、まあ、野球部にずっと小学校から高校までいてですね、まあ、ルールは知っていますけど、詳しくは知らないんですけれども、まあ、ゆえに、しかも最近はちょっと、野球、高校野球も離れてましたから、正直、浅はかな知識ですし、単なる思い込みで語っているところも多々あったでしょうし、何より、今回はその、大分ですね、明豊が出ているということで、しかも、快進撃でしたから、ついついこの大分明豊側にスポットを当ててしまいですね、その点はちょっと聞き苦しい点とかですね、好変化がなかったかもしれません。その点は大変申し訳ございません。まあけど本当にね、大分県勢選抜にも出ることができなかったチーム、平成はなかなか勝てなかったのが、こうやって安定してですね、高校野球甲子園にも出られて、そしてもう優勝も狙おうかというところになっているというのは、まあ、大分県民としては本当に、嬉しい限りですし、まあ、このね、いろんな高校野球っていろんな選手もはじめ、スタンドとかいろいろマネージャーさんとか、ね、スコアラーとかいろんな人がいてですね、スタンドで応援する人もいてですね、いろんな人模様がございます。ね、みんな真剣にやってますから、まあ、その高校野球の球児の姿を見ながら、なんかは、まあ、大人もですね、こう元気もらったり、なんか、あの青春も懐かしかったなとね、思い出したりですね。やっぱ高校野球ってこう、いつになっても面白いですね。まあ今後もですね、まあ高校野球、の話題、まあちょっと、どんなに伝えられるかわかりませんが、加えてまあ最近はですね、九州独立リーグ、プロ野球のですね、大分Bリングスも、誕生しましたので、少しずつまた野球の話題も、皆様にご紹介したり、交流したりができればと考えておりますので、ぜひ、春の大会、93回大会終わりましたけれども、引き続き、高校野球を楽しんで参りましょう。そして、私も、なんか高校野球の魅力とかですね、少しでも伝えられれば、という思いで頑張りますので、どうか今後もですね、お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。今回もですね、いよいよ、甲子園も閉幕をして、ね、私のこのね、動画集も閉幕をして、今度は夏に向けて、動き始めますので、ね、皆様、ね、コロナに気をつけながら、そしてこのスポーツができる喜びを感じながら、また明日からですね、まあ、今夜からでもですけれどもね、頑張ってまいりましょう。本当にですね、いつもご視聴、ご声援いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネルですね、登録とか、この動画でいいねボタン、ね、よろしくお願いいたします。これからも、長らくお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。それでは、また、球児の皆様、ありがとう!そして、夏、また会いましょう!ゲームセット!